5月17日、7月期のフジテレビ付き旧ドラマの情報が解禁。神尾楓珠が出演することが明かされた。写真、神尾楓珠が公開した、やっぱり、国宝級、だった小学生時代、タイトルは、真夏のシンデレラ。主演は間宮祥太朗さんと森七さんですね。海辺の町で生まれ育った女性と、都会の一流大学で優等生として暮らす男性の出会いから始まる。 夏らしい男女8人の恋愛群像劇。神尾さんもレギュラーメンバーの一員で、森さんの幼なじみの大工、という役どころです。テレビ誌ライター、神尾といえば、昨年12月に突如休業したことが記憶に新しい。12月6日まで出演していた舞台を最後に、予定していた年末年始の仕事を立て続けにキャンセル。理由については、働きすぎての体調不良という説や、 所属事務所内でのトラブルではないかという報道も。しかし、事務所から詳しい説明はないままです。どう、テレビ史ライター。そんな中、神尾は4月22日に、MC を務めるフジテレビ情報番組、サスティーナ。2、3ヶ月半ぶりとなる出演を果たし、元気な姿を見せた。休業中と言いつつも、昨年末から今年4月までの間も、 CM 撮影などは行っていました。6月22日から配信される Netflix のドラマシリーズ、離婚しようよ、への出演も発表されていますから、その撮影もあったでしょう。ただ、民放ドラマへの出演は昨年11月まで放送されていた TBSK、階段下のゴッホ、以来、この月給ドラマにて、完全復帰、なのかもしれませんね。事務所関係者、 久々のドラマ出演に期待は高まるが、一方で、制作会社のスタッフは戦々恐々としているようだ。渾身バーベキュー会の欠席に不安、神尾さん、やっぱりまだ本調子じゃないのかも。先日、出演タレントさんとスタッフ合同で、クランクイン前の顔合わせも兼ねたバーベキュー会を開催したんです。主演の間宮さんや森さんなど、豪華な面々が揃って、挨拶をしたり、 一緒にお肉を焼いたり、スタッフとタレントらが分け隔てなく会話もして、全員の士気が上がるようないい会でしたよ。制作会社スタッフ、以下どう、気になる神尾の様子は。それが、神尾さんは欠席で、仕事の都合だったのかもしれませんが、心配ですよね。今回、レギュラーメンバーは8人という大所帯、キャストも何度か変更になったりと、撮影前からすでに難航していました。 不足の事態が起きた時の対応も大変なので、制作サイドとしても本格復帰したばかりの神尾さんの体調を不安視しています。また突然休業となっても大きな影響がないよう、途中でいなくなってもストーリー的に問題のない役どころにしてあるそうですよ。フジテレビに問い合わせると、制作の詳細についてはお答えしていません、とのこと。最終話まで元気な神尾の姿が見られますように。